ジャン・マリー・ゲーノは、フランスの元外交官である。ゲーノは、1949年10月30日に、フランス・パリで生まれた。父のジャン・ゲーノは、作家、文芸評論家で、フランス占領期の回顧録、深夜の日記や、ジャン・ジャック・ルソーの伝記など多くの著作がある。ゲーノは、高等師範学校に通い、その後国立行政学院に進学した。卒業後は、 フランス会経営の裁判官となった。また、1989年から1993年まで国の政策立案スタッフを指揮し、1998年から2000年まで国立国防高等研究所の所長を務め、国連に入る前は外務省に勤務するなど国際関係と外交の分野でも活躍した。 2000年10月から2008年8月まで国連の平和維持活動担当事務次長を務めた。芸能が長となった国連平和維持活動局は国連最大規模の組織であり18の平和維持ミッションに従事する約13万人の職員を監督した。2010年末人道対話センターの理事会議長に選出された。2012年3月から7月までは 国際連合、アラブ連合のシリア担当副特使を務めるために、理事を一時退任し、2012年11月には、理事会議長に復帰した。2012年から2013年には、フランス大統領、フランソワ・オランドによるフランスの防衛、安全保障政策の見直しの責任者を務めた。コロンビア大学国際公共政策大学院の国際紛争解決センター長を務めた。 また、シパのアーノルド・エイ・サルツマン戦争平和学研究所のアソシエイトディレクターを務め、同研究所の国際紛争解決専門分野を指揮した。2014年8月、ルイーズ・アルブールの後継として国際危機グループの代表権 CEO に就任した。2021年に紛争解決のケント客員教授としてコロンビア大学に復帰した。芸ノは、 国際戦略研究所の雑誌、サバイバルのザ・インパクト・オブ・グローバライゼーション、オン・ストラテジー、ジャーナル・オブ・デモクラシーのグローバライゼーション、アンド・ザ・インターナショナル・システムなど、多くの新聞や雑誌に記事を執筆しているほか、インターナチオナーレ・ポリティーク、プロスペクト、パラドックス・オブ・ヨーロピアン・フォーリン・ポリシー、ストラテジック・アナリシスに記事や賞を執筆している。ありがとうございます。